質問。はい。前なんかの動画で、プロはクラブを力める。うん。けど、アマは体を力むって言ってたじゃん。うん。なんかさらっと言ってたんだけど、それって多分めちゃくちゃ大事なことなんじゃないかなと思って。それ意味の大事なの言って。あ、ほんとだ。やめよう。じゃあ以上。確かに大事。うん、すげえ大事じゃない？すげえ大事。だからあれなんじゃない？力んじゃダメっていう動画がいっぱいあるんだよ。そうかもね。そう、どっちかは言ってないよね、多分。言ってんのかな？見てないからわかんないけど、うん。でも言ってないと思うよ。ね、言ってたら、もうちょっと被害者少ないと思う。被害者ね。そうだね。うん。そうそうそう。そう。平井博明の。ワンナップゴルフ。プロは、クラブを全力で力める。うん。でもアマチュアは体力んじゃう。クラブが力めてないから飛ばない。ってことは、世の動画は、力まないでって言ってんのは、うん、体を力まないでって言ってるんだもんね。うん。うん。だろうね。多分。でも、クラブを力めとも言ってないよね。言ってない。だからって。うん。力めっていう言葉がないもんね、多分。あ、そうだね。ね。うん、脱力だから。そうそうそう。だから脱力してたら飛びませんよ。ね。そう、だから、そう、だめ。やらないと大事そうだ。そっか、そっか。どう違うのか。まずその、クラブを力むってどういうことなのか、体を力むってどういうことなのかっていうところから。体が力むと、クラブが降りないの、うん。要は固まる、うんうん。この関係のままずっと行くわけ。あ、それはどこ腕に力が入ってるってこと？腕に力が入るのと、うん、体全体に力が入るから、うん、回転する方向が、うん、こう、クッて一瞬、左に回転するんだけど、うん、一瞬でこうやって力が入るから、うん、こうやってここが突っ張っちゃうんだよね、こうやって、うんうんうん、そうすると力抜けてクラブが力んで力抜けてると、うん、回転できる、うんうんうん、でも体に力が入ると横移動しかない、うん、ああそういうことか、はいはい、出ないんだよ、あ横に回っちゃうから降りないんだ、そう横に回ったの無理やり下ろすから寝るんだよね、ああそうだね、こうやってそうだね。そうだね。だから、こうやって入る。こうやって。野球みたいだね。そう。なっちゃう。そっか、横に回転しちゃダメだね。するんだけど。うん。だから、クラブを力むって、うん、これ、すっごい体はリラックスしてる、うんうん。だけど、クラブは相当強くしてなかったでしょ。うん。これ、クラブを力む。うん、口開いててんは、うん、これだけ強いわけ、うんうん、こんな楽してて、うんうん、それだけクラブを力めて、うん、なんか飛ぶんだよね、でもクラブを力まないで、うん、体力むとクラブが軽いの、あこうやってそうこうやってなる振り遅れる、うんうん、クラブを前に出せない、うん、前に出さないとクラブは力めない、あ、じゃあ、その、なんて言うんだろう。ヘッドの重みを感じて、ヘッドを早く振ろうとしてるってこと？ヘッドを力強く振ろうとしてるってこと？そう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 。それがクラブが力んでる。そう。要は、ここに衝撃の塊があって、うん、それをどんだけボールに強く伝えられるか、っていうことをやってる。で、それに必要な部分しか力入れてないってことだ。そう。それが手首なんだ。そう。手首。ああ。しか使わないんだ。そうなんだ。だそこを、要は、力ってさ、うん、繊細さってあまりないから、うんうんうん、ぶつけることはできるじゃん。うん、だからボールにぶつけたいんだけど、うん、そこをさ、やっぱこの一点に集中してこうやってぶつけるから、うん、下が動いたらここにたどり着かないんだよね。ああ。スイートスポット、うん。だから、しっかり下を固めといて、うん、ここに、真っ先にこうやっていけるように、こうやって、下を止めて、こう、最低限の回転でクラブを、ボールをこうやって向かわせないと、うん、しっかりこう芯に当たらないんだよね。それをやるのって、うん、結局体が力んでたらできない。うーん、だからまあ腕の張りだったり、うん、グリップのしっかり感だったりっていうのは多少あるけど、うん、それ以上は力まないでそのまんま、うん、クラブをしっかりこうパンってこう使ってボールに衝撃を与えてあげることができれば、うん、飛距離を出せるみたいな。そうすると、しなるからね。あ、そうなんだ。そう、これがこう、体力むと引くからね。うんうん、引いたら、こうなるでしょ。うん、そう。そしたら、こう、これはしならないじゃない。うん、そう。こうなってきて初めてしなる。ああ。
そうなってくると、ボールに対して、力が伝わるようになるから。そういう動きってすごく、こう、インパクトで大事。そうか。クラブ下ろすんだね、やっぱね。ヘッド下ろすんだね。ヘッド下ろす。ヘッド下ろさないと。そうだよね。結構その、この動きが強いんだよね。早く振りたいからね。そう。まあ、なっちゃう気持ちはわかるわ。ここに行かないんだよ。こう。ああ。こう振り。こう。こう動くんだよね、みんな。そうだね。そう。腕だけで言うと、こう動くか、こう動くかだから。うん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 。やっぱ、グリップ、左グリップと左肩の距離を変えないで、アドレスまでこうやって戻る。うん。こうやって。うん。こうなるか、こうなるかだから。ほとんどこうなんだよね。こう戻る。こう戻る人は少なくて。うん、これヘッドがさ、ダウンブローになる権利があるじゃない？あ、そうだね。そう。こうなったらダウンブローにはできないでしょ。うんうん、これダウンブローにしたら開くよね。うんうん、今の。ほんと6万5000球なんだけど。これダウンブローじゃん。うん、ヘッドがこうなれるから。そうだね、そうだね。これもうダウンブローなれないよね。うん、開いてる。こうはなれないじゃん、こっから。うんうんうん、こうなるよね。うん、そう。そこの違い。要はダウンブローに打てるか打てないかの差。これはやばいかもしれない。あ、そう。今のは多分ワンナップゴルフ中一番やばいかもしれない。あ、そう。そのぐらいのネタ。あ、そう。切り抜いて。切り抜いてどうすればいいの俺、それ。切り抜いて、うん、今の15秒を6万5千って売って。あ、売る売る売る。うん、これダウンブロー。うん。これアッパー。あー。もう、ダウンブローにしか振れないし、2回目のはアッパーにしか振れない。振れないんだ。それがわかんないでダウンブロー、アッパーブローって言ってんだよ。うまくいくよね。そうか。それしかできない動きなんだね。今の二つは。もう、それ以上の動きできない。やろうとしたらミス。ああ、そんななんだ。もう一回やるか。これダウンブローね。うん、これダウンブロー、うん。これアッパーブロー。え、それは変えて使ったりすんの？こうやって使う。球筋によって。高い球、低い球。で、変える。程度とも。変えるんだ。このダウンブローねって言ってるのじゃん、うん、ローボール、フェード、うん、パンチ気味、うん、抑え気味ショットの4つはこう下ろす、うん、このアッパーブローじゃん。このアッパーブローはハイボール、ドローボール、うん、ノーマルショット、うん、きつめのフックは今の入れ方する、うん、ハーフトップは？ハーフトップは全く関係ない。ハーフトップはもう全部。要は、ダウンブローでも、アッパーブローでもないから。どっちでもないんだ。どっちでもない。それ、姉の間。間間間間。要は、ハーフトップに打てる入れ方をしてるから、うん、どっちに近いかは知らないけども、意識したことないから。おーおーハーフトップに通としてるから、うん。だから、多分間なんだよね。間ぐらい。へえ。え、じゃあ、ハーフトップの時は、その、ハーフトップしか打てない？ハーフトップしか打てない。あ、そうなんだ。ストレートドローの2つ、俺は。ああ。フェードは打てないから。ああ。ハーフトップは。打てる人もいんの？いるんじゃないかな。俺はドローとストレートしか打てない。高さも一瞬しか打てない。あ、そうなんだ。ストレートとして、ノーマルか、うん、はい。へえ、そうなんだ。それしか打てない、ハーフトップは。万能だよね、でも。万能。ほぼほぼどこでもいいんじゃないかっていう感じ、ね。そうだよね、うん。だって、ハーフトップしか打たねえんだもん、コース行ったら。間違いない。今のところ登録まだハーフトップしか見たことない。そうだよね。せっかく行ったのに。せっかく行ったのにさ。ドライバーとハーフトップしか見てない。見てないから。よくわかんないよね。そうだね。全部そういう落とすんだみたいな。そう、確かに、確かに。そう。次行った時ちょっと違うのもね。やりたいよね。そうだね。それを動画で撮ってわかんのかどうかがわかんないけど。すべて経験。
経験に対して、うん、経験してないとできないの、うん、これちょっと話膨らましてもいいかな、うん、パターンのライン読みなんかもそうなんだけど、うん、ショット完璧に仕上げるでしょ、うん、でレッスンやっててもそう、うん、ショット完璧に仕上がって、うん、ショットもまあそこそこ打ててきて、うん、でいざラウンドとか行ってねグリーンに来ました。で誰々さんこれどんなラインで読んでますかって言ったらもう全然違うライン読んでるわけ、うんうん、だからもうそこでスコアを作れないからラインが全然読めてないんだから、だからそれって経験なの、うん、だからそれだけショットをね重点的にやってきた証拠なんだけど、うん、だから次はショットはもう置いといて、うん、パターの方に意識をね、うん、そうだよね、そう持っていく、だってラインが全然読めてないんだからそこまでショット良かった意味がなくなっちゃうんだ、意味ない、だからショットなんて、うん、ほんと6、70点いいのよ、100点のショットを打って入んないんじゃ同じパーだからね、あね、そうだね、でさこうやって後ろからライン見てさ、どれぐらいで読みますかって言ったらさ、もうあさってのラインを打とうとしてるんだからそれじゃ入んないよ、だからがっかりしないけどがっかりよだからそれぐらいショットね、そんだけ詰めて根詰めてやってパターそんぐらいだったらもう本当にそこまでの人だったら6、70代、あショット的に、うんうん、普通のパターだったら4ホール、3、4ホールに1個ワンパットがあって、そんなんだったら絶対アンダーは出る、ライン読みがねもうめっちゃくちゃ甘いから、ラインはねちゃんとやっぱり僕もそれ経験なんだ、だから変な話傾斜もそう、経験、経験だから何よって何を頭に入れたって、うん、結局その場の一発なんだから、うんうん、対応できなかったら考えてたって、うん、まあ、うまくいかないよね、うん、だって形じゃないの、ふた開けてみたら、うん、だからちゃんとしたことを知ってて自分でナイスもミスもたくさん打ってで覚えていくものだから、うん、本当に数打たないと上手くならないよ。でもさっきのさ、うん、ダウンブローに入れられる感じと、うん、そのアッパーで入れる感じって、うん、そうするとかかってくる圧が違うわけ。そうなんですよ。だよね。かかる方向と圧が違う。そうだよね。度合いも違うし。うん、でダウンブローもアッパーブローも、うん、両方体が力んだらできない動きなのね。あ、そうなの？そう。あそこで、こうやってやってんのと、こうやってやってんのって、両方こうやって降りてるの。はい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 。でも、体力む人ってこうなるから。どっちでもないね。こうやって引くでしょ。そう。だから、どっちでもできない。そう。だから、今、ワンラップゴルフとして、ダウンスイングの下ろし方を二通りやりました。うん、でも、それは前提として、ダウンスイングで体が力んでない人ねっていう、米印がつくからね。うん、そう。こうやってなる人はできない。あ、これが、ふーって体抜けて、ストンと落とせる人じゃないと、これは成立しない。そこで、こう下ろすか、こう下ろすか、うん。これどっちでしょうかっていう質問で。うん、それもわかんない感じだしね。そうだね。そう。うん、あ、そういうのすっごい大事ですよ。これは、本物のロックマンのセンサーをしてる。そうだね。やばいね。今年、ブンブン飛ばしていきますよ。そうだね。大盤振る舞いです。ドライバーは飛ばないんですけど。そう。こんな感じで今年もやっていきますので、ぜひよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、レッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。